県によりますと鴨川漁港で昨日、電線が切断されているのを漁協の組合員が確認しました漁港を管理する県南部漁港事務所が東京電力などと確認したところ電柱からおよそ200メートルの電線が8本合わせておよそ1600メートルが切断され盗まれていました被害総額はおよそ400万円相当で 漁港の給油装置や公衆トイレなどが停電しているということです県は鴨川警察署に被害届を提出するとともに他の漁港にも注意を呼びかけています県内では動線の盗難がたびたび起きていますが漁港の電柱から電線が切断され盗まれるのは初めてということです